はい、どうも、15秒の奇跡ドーエス、皆様ご無沙汰しております。どん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 、今回、挑戦させていただきますゲーム実況のゲームはこちらです。毒薬のシルエット、言った一言も言えない毒薬のシルエットです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、でですね、今回はですね、もうとうとう来ましたよ、解決編。第2章、幽霊は銃を持つのね、解決編までやってきました。今回のね、第2章ね、2つの事件を同時に追っかけるような形になってきてるんですけれども、1つは、主人公のルナが住んでいる王都の、王の都市の、16代目の国王の暗殺事件の謎を追ってくれという、なんかすごく大きな事件と、あと、まあ、事件に大きいも小さいもないですよっていうね、踊る大捜査線の言葉もあるんですけれども、その事件よりはちょこっとだけ、コアな事件と言いますかね、街で起きてる方の事件といたしましては、マンションの、幽霊騒ぎの事件の真相を追っかけるという、事件を今ね、追っかけておりまして、王都の方の暗殺事件はまだ後々という形になっていくんでしょうけども、今回のね、マンションの幽霊騒ぎ、どうやら確信が見えてきそうですね。前回のあらすじといたしましてはですね、実は生首が見えたとかっていうのは絵画の絵なんじゃないかというような推理になっておりまして、で、ただですね、銃声がして、で、銃声はしたんだけれども、その殺害されたであろうその屋敷のマンションの旦那さん、そして銃弾、そしてその銃弾を撃った銃っていうのが発見されてないんですよ、銃声がしたにもかかわらず。でですね、なんかね、絵画の保険金詐欺、保険金じゃないな、絵画を売っ払って、その金だけ持ち逃げしようみたいな、そんな幽霊騒ぎのある屋敷に住んでるのは怖いよ、つって、その住人がね、そこから逃げちまおうみたいな、そういう、金だけ持って逃げちゃおうっていうような、そういう事件になりつつあるようです。そんな悪事は許せないということで、早速、第2章、幽霊は銃を持つ、第4弾解決編、行きたいと思います。Ready, go! オドレタさん!ルナさん、どうしてこんなところに?ちょっとあなた出て行ってちょうだい。これからオドレタさんに、あ、出た。買い取りのサインをしてもらうところなのよ。あ、危なかったね。間一髪だったよ。その書類にサインしてはいけません。ルナさんがそう言うなら、何か事情がありそうですね。まあね、オドラタさんとしては息子の冤罪をね、助けてもらったっていう恩義があるんで、一応そのルナさんとの関係性の中においては、ちょっとね、信頼関係みたいのがあるんですよ。何かあったのですか?ダメです!サインしちゃダメです!だって、ここの絵画や美術品は全部、ちょっとあなた、出て行ってちょうだい。こっちよ、こっち。奥さん、ちょっと何するんですか?あいたたたた、ちょっと、無理やり引っ張らないでくださいよ。バラされると思って、奥さん。お、なんだろう、俺たちを買収しようってのかな。お金の何割をあげるから黙ってなさい、みたいな。周りには誰もいないわね。ラウルス、まさか!やべえ!あなたは!お嬢さん、おとなしくついてきてもらおうか。こんなところに、隠れ家が、隠れ家兼、あれか、宝の隠し場所みたいな。お嬢さん、気づいてはいけないことに気づいてしまったようだね。あなたは、行方不明のラウルス氏。これあれだね、なんか、明智小五郎のシリーズみたいなミステリーっぽいね、なんかね。今まで
ずっとここに隠れていたっていうの。それとも、あのオドラたちに美術品を全部売りつけてしまえばこっちのもんだ。金さえ手に入れることができたら、俺たちはこの町を出る。それまで、お嬢さんにはここで、おとなしくしてもらおうか。この部屋に、盗品がいっぱいある。そうか。人に見せられない美術品はここに運び込まれていたんだ。で、あの期間を、保険とかの期間が、切れる隙を狙って、あれだ、売っ払うわけだ。それにしても警察、隠し部屋の一つや二つでもまあね、喉から手が出るほど欲しい、こういう愛好家もいるだろうから、陰で裁くってこともするのかな。おっと、大声を出しちゃいけないぜ。隠し部屋といえど、本館とは壁一枚だ。声を出されると気づかれるもんだな。銃を持ってる。あ、お父さん、こんなところで何、アランが来ちゃった。アランじゃないか。私はこれから、この美術品を買うところだよ。お父さん、ルナさん見なかった？ここに来たはずなんだけど。ルナさんならさっきまでここに来たが、すぐに出て行ってしまったね。まだ通りにいるんじゃないかい？奥さんに連れられてっていうのを解説してくださいよ、お父さん。そっか。じゃあ、探してこようかな。ところでアラン、その男の方は、さっきから変な動きをしているんだが、変な動きってどんな動きしてんだろうね。この人はスカーさん。どうしてもここに連れてきてくれって言うから、肩貸してきたんだけど。ねえ、スカーさん、さっきから何やってんの？そんな壁ばっかり叩いて。ここか。ちょっと、スカーさん、何やってんの？スカーさん、もう壁にひび入ってるってやめなよ。あ、ほんとだ、ひびが入ってきてる。そこはおやめください。警察呼びますよ、呼べ。警察だと？呼びたきゃ。これあれだね、どっかで見たことあると思ったら、GTO だね。言いたいことも言えないコン。呼べばいいだろう。GTO のドラマの第1話。壁を破って入ってきただと。ラウルス、下手な三文芝居はやめて、とっとと出てきてもらおうか。あ、すげえ、自立できるんだ。お前、どうしてここがわかった？おー、なにここ、隠し部屋？下がれ、こいつがどうなってもいいのか。三文芝居のコソ泥野郎が、打ちたきゃ打てよ。よーはい、即答しないで、少しは私の身も案じてよ。その銃がただの音が出るだけのおもちゃなのは見てわかるぞ。すごいな、スカーも実はそういうね、拳銃を持ってたりするような人たちの方に精通した人物なんだろうね。あ、逃げた。あ、誰だ、ヘレニックさんとかが来るわけ。お、隠し通路ならスカーさんに言われて僕が樽で塞いでおいたよ。ついでに警察にも通報済みだもんね。謎はすべて解けたね。どうだ、参ったか。出た、無能刑事ヘレニックさん。緑がヘレニックさんだよね。ねえ、もうおしまいだ。せっかく大金が手に入るチャンスだったのに。いやー、バッサリ謎が解けましたな。あれっぽいね。なんか赤毛連盟の応用編みたいな。ルナさん、事件へのご協力ありがとうございました。2000万ゴールドの盗品が無事回収されました。世界各地の美術館を荒らす泥棒も無事逮捕できました。ルナさん、お手柄ですね。
今回もお手柄ですね、みたいなね。ああ、いや、私は今回はね、何も。実はあの泥棒は世界的な美術品泥棒でして、懸賞金がかかっていたんですよ。ああ、はいはいはい。もう、はい、結構ですので、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ね、お店に変な色つくと嫌だしね。うん、泥棒じゃねえや。警察の人がうろついてね。目つき悪いんだよ、みたいな。お帰り。ただいま。警察から感謝状が来たよ。あとなんかちょっとお金もらえた。5000円ぐらいもらえるんだっけ？懸賞金かかってたみたい。ほう。今回はスカーがお手柄だったもんね。なんか服でもか、そう！ずっと同じ服だもんね、スカーさんね。そろそろ着替えた方がいいんじゃないの？みたいな。というか、そこで何やってんの？やることがない。暇だ。やっと歩けるようになったところだもんね。そうだな、新聞も本も読み飽きたでしょ？じゃあ、店番でもやってよ。お客さんが来たら私を呼んでくれるだけでいいからさ。え？俺が店番か？何にもしてないで寝てるだけなんだから、ちょっとくらい手伝いしてよ。お客さんが来たら、ちょっと、ちゃんと元気な声で、いらっしゃいませって言うんだよ。わかったよ。はあ、私は少し休憩しようかな。警察の相手は疲れるんだよ。よし、お風呂、お風呂。お！入浴！入浴シーンがね、皆さんお待たせいたしました。あるかどうかわかんないけどね。はい。いらっしゃ。俺が言うとなんか違和感があるな。あー、スカーさんだ。珍しいね、ここにいるなんて。ルナさんは店番押し付けられたの？まあな。でもすごいよね。二つも事件を解決しちゃうなんて。僕、スカーさんのこととっても尊敬してるよ。その調子で、僕とアイリスちゃんの愛の迷宮事件も解決してくれないかな？女の子ってどう扱えばいいのテーブル？別に思うがままに扱えばいいだろう。好きなら好きって、そう、好きなら好きっていうのがね、一番早い。ただ、言いたいことも言えないだからね。しょうがないよね。もう、この後、告白した後どういう風にさ、関係が変化してしまうのかみたいな怖さがあるんだろうね、きっとね。いや、恥ずかしいよ。何が恥ずかしいことがあるんだ。女性を好きになることは健全で、本当にそうだと思うな、俺も。そうだけど。で、要はなんだ？ハンドクリームを買いたかったんだよ。そうだよね。ああ、そうだったね。ルナさんに頼んでたハンドクリームを取りに来たんだ。アイリスちゃんにプレゼントするやつ。ルナさんって今店にいる？ああ、いるぞ。今呼んでくる。あ、これは危険な香りがするよ。いえい、風呂風呂、スカ、スカ風呂。今風呂。何聞いてたんだよ、スカ。ここの家の構造は未だによくわからないな。この部屋にはいないようだし。やっちゃいますね。ランマ二分の一みたいな。ここか。おい、ルナ、客が。あや、これは、その。何？お客さん？まあ、そうだ、客が。おかしいなぁ。アランが来るのは午後からって聞いてたけど、お風呂くらい入る時間あると思ってたのに。今何時？すごいね、これは新しいよ。キャーみたいな感じになんないんだ。今は午後の1時だが。え、もうそんな時間だった？早く用意しなきゃ。いつまでいるの？すまんかった。あだ！ふん、いい年こいて、なっさげない。本当にね、裸の一つや二つ見て、そんなテンパるかよって。この変態が！人の風呂覗くな、死ね！ぐわー！
ラスボスみたいな断末魔しやがって、この変態スケベロリコン変態、このキングオブ変態、これでもくれい、うりゃー。うわ、悪いことしちゃったかな。でもまあいっか、ディヘペロー。俺アラン結構好きかも。アラン面白いな。第2章、幽霊は銃を持つ、終了です。どうもありがとうございます。いやー、お見事お見事、無事解決ですな。イエーイ、第2章クリアー。次はセレクトゲームですね。はい、ペンのマークがつきました。第1章傷の男のプロローグ、そして第2章、幽霊は銃を持つ、2章、無事解決することができました。ただ2章でマンションの方の事件は解決できたんですが、もう一つね、オートの第16代目国王の暗殺事件、この事件の犯人の究明っていうのもね、将来王様になるかもしれない聖騎士のね、男のシャイヤさんだっけ、に依頼をされて、その事件をも同時に追っかけていたわけなんですが、今回の、幽霊事件といたしましてはあれだったね。まあ、盗賊、まあ、絵画強盗の人たちの、資金持ちに逃げ事件というかね、そういう感じで、無事解決しましたね。はい。次はですね、こちらの第3章、神切り魔、通り魔事件の謎を追っかけたいなと思います。それではですね、今回はこれまでといったところで、また次回、毒薬のシルエット第3章でお会いいたしましょう。いいね、チャンネル登録、随時お待ちしております。それでは、次回を待て、バイバイ。